マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。紹介した作品は概要欄のリンクからお得に読めるから読んでみてね。ということで今回は、ハッピーエンド皆無の超ハイクオリティ短編集を紹介。いつになったらこのチャンネルはハッピーエンドを紹介するんだぜ。視聴者があまり望んでいないみたいだから今のところ紹介する予定はないよ。なんだこいつ。それじゃあ早速紹介していくね。マガブン漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは大江先生の終末の惑星という作品。本作は数年前にツイッターでかなり話題になった作品なんだ。誰かすげえインフルエンサーにでも紹介されたのか。てかどこの雑誌で掲載されてたんだぜ。いや、この短編集に収録されている作品は作者さんのツイッターで公開されたものなんだ。それが話題になり読者からの熱望によって単行本化されたという経緯だよ。ほう、かなり期待できそうな漫画じゃねえか。てかツイッターで公開された漫画ってことは全部無料で読めるってことか。いや、単行本に書き下ろしの作品もいくつか収録されているからぜひツイッター公開作品だけでなく単行本を買って読んでほしいよ。それでこの短編集にはどんな作品が収録されてるんだぜ。ハイクオリティな SF からゾッとするどんでん返しホラーなど様々なジャンルの作品が収録されているんだ。個別にそれぞれのあらすじを紹介すると、一つ目は、終末の後。本作は人類が生活を豊かにさせるためにロボットを大量に作ったその後の物語だよ。高性能な知的ロボットを作り人類は豊かになったんだけどある時に人類に成り代わろうとしたロボットたちが暴走し、人類に成り代わろうと暴動を起こした末に人類は敗北し地球を捨てて宇宙に進出したんだ。地球がロボットに支配されて長い時を経て地球に興味を持った主人公の少女が一人で地球に降り立つという話だよ。そこで少女が見た衝撃の事実と後味の悪い結末とは、って感じの作品なんだ。人類が AI に支配された後の世界観か。現実でも起こる可能性がありそうでかなり面白そうじゃねえか。二つ目は、昔々あるところに、という作品。本作は昔話の、竹取物語、や、桃太郎、を SF 風に再解釈した作品なんだ。実はかぐや姫や桃太郎の正体は〇〇だった、というオリジナルの解釈が非常に面白く。昔話を非常にうまく SF に昇華させているのが特徴だよ。竹取物語や桃太郎と SF の組み合わせって想像できないからはちゃめちゃに気になる内容じゃねえか。本作に関しても胸クソ悪い感じではないけどハッピーエンドではない結末だよ。桃や竹を切る時に一緒に切断。とかじゃなきゃいいんだが。三つ目は、僕らの夏と灰、という作品。本作は先ほどの作品とは打って変わって時代背景は現代のホラー作品だよ。短編にもかかわらず一度読んだだけでは理解することができない難解さで考察がはかどる作品なんだ。またゾッとするようなどんでん返しも用意されているためマガゾン視聴者にかなりおすすめだよ。解釈については難解なんだけどツイッターで作者の大谷先生が自ら解説してくれているから読後参考にするとより楽しめるはずだよ。本作は後でもう少し詳しく解説するね。四つ目は、思い出機構、という作品。本作は親のすねをかじって生活するニートの男が主人公。そんな男の前に現れた思い出機構なる会社のセールスマン。思い出機構は思い出の買い取り業者で主人公に思い出の売却を提案するんだ。何のために思い出なんか買い取ってるんだぜ。今回の場合は実用家の富豪からの要望で怠け者の思い出を買いたいという注文があったみたいだよ。要するに客は自分とは正反対の人生を歩む人間がどういう生き方をしていたのか気になって買い取るわけだな。ちなみに思い出を売却するとその記憶は消去されてしまうよ。目先のお金に目がくらんだ主人公は提案に乗ってしまうんだけどその先にはまさかの展開が待ち受けているんだ。感動的な話と思わせといてからの、となる結末でこちらもバッドエンド好きにはたまらない作品だよ。世にも奇妙でありそうな作品だぜ。五つ目は、ソフィー、という作品。人間が意志を持つロボットを使い戦争している時代背景だよ。本作はあることがきっかけで記憶喪失になってしまった小説家の主人公エリーとタイトルになっているソフィーの物語。
物語の最後までソフィーという人物は謎なんだけど、正体が分かった時に鳥肌が立つような構成になっているんだ。一応バッドエンドではあるんだけど、感動すること間違いなしの名作だよ。胸クソバッドエンドも大好きだが、感動バッドエンドも同じぐらい好きなんだよな。ちなみに全てのジャンルの作品で一番好きなのはポケセンだぜ。最後の作品は表題作でもある終末の惑星。本作はペナルテナトという惑星が落ちてきて人類滅亡まで残りわずかになった地球が舞台。残された時間がわずかになった人々は絶望する中、主人公の少女、アリサだけは空に浮かぶペナルテナトが綺麗だと思っていたんだ。はちゃめちゃに脳天気してんじゃねえか。人類が助かる希望は一切ないのか。一応富裕層を対象とした地下シェルターが用意されているよ。まあ助かる保証はないんだけどね。そんな中、アリサは両親と強制的に離されて気がつくと宇宙船の中にいたよ。しかし、そこで同じく宇宙船に乗っていた大統領から衝撃の事実を知らされるんだ。果たしてこの計画の裏に隠された事実とは、という物語だよ。大谷先生曰く、アリサの成長を主軸にアリサに対して一番ショックを与えられる結末を迎えられるように描かれた作品みたいだよ。何してくれやがんだぜ。後味が悪いものではなく、余韻に浸れるバッドエンドだよ。本作はツイッターでの反響が大きく書籍化するきっかけになった名作だから、ぜひ読んでみてね。それじゃあ、僕らの夏と灰、を簡単に紹介していくね。マガトン、漫画バラエティチャンネル。ここからはネタバレが含まれているから注意してね。気になる人は短編集を買うか、大谷先生のツイッターを見てみてね。定期的に作品をアップしているから、ツイッターのフォローも忘れずに。本作は大人になるための儀式として、誰にも見つからずに1週間過ごすゲームを始めた小学6年生5人の物語。なんだそのイカれたゲームは。誰にも見つからずに1週間山の中で過ごすというものだよ。開始から数日経過し、崖から落ちて怪我したりもしたんだけど、なんとか計画通り山の中で過ごしていたんだ。なんとか無事にゲームクリアできそうじゃねえか。しかしある日の夜、山の中でうごめく謎の化け物に遭遇するんだ。なんとか見つかることなく助かったんだけどね。見つからなければ大丈夫という子もいれば、危ないから帰ろうという子もいる中、殺そう。と一人の子が提案するよ。はちゃめちゃにヤバい奴混じってんじゃねえか。ここに集まった本当の目的は、誇れるものがない自分たちが成長するためだったから、みんなこの提案に乗ることに。勇気を出して化け物退治することで何か変われるって考えたのか。そして力を合わせて化け物を退治することに成功したよ。なんだよ速攻でハッピーエンドじゃねえか。いや、本作が本領発揮するのはここからだよ。この後ゾッとするどんでん返しの連続が繰り広げられるから、自分の目で確かめてみてね。オカルト的なホラーと思いきや、まさかの展開で驚くこと間違いなしだよ。化け物とか出てきたけど、そういうホラーじゃないのか。気になるから早速読んでくるぜ。ツイッターも概要欄に貼っておくけど、書き下ろし作品も収録されているし、応援の意味も含めてぜひ単行本も買って読んでみてね。ということで、今回は大谷先生の終末の惑星を紹介させてもらいました。